現時点の MVP、コーチオブザイヤーとか考えるとすると、MVP がエンビード、コーチオブザイヤーがクリス・フィンチ、DPOY がルディ・ゴベア、MIP はマキシーかな ?MIP マキシー、シックスマン。シックスマン誰なんだろう、ワンチャンナズリードありそうだなって思うけどな。ちょっとワンチャンナズにしとく。個人的にはノーマン・パウエル予想だったから、パウエル取ってくれたら嬉しいけど、ナズリードでもいいですね。あとなんかあったっけ、そんぐらいか。平均13得点。誰がナズリード、ノーマン・パウエル、プラマイで言ったらアイザイア・ジョー、オースティン・リーブス。確かにオースティン・リーブスあるな。いわゆるほぼスタメンぐらい使われてるけど、一応ベンチから出てるからシックスマン扱いっていうパターンね。確かにリーブスあるな。スタメンのイメージ強かったから全然意識してなかった。 DPOY はゴベアだと思う。今ウルブズすごいのがさ、まずリーグナンバーワンナンバーツーがルディ・ゴベアとタウンズなのよ。 DPOY ね、ディフェンスレーティングね。でガードのナンバーワンがエドワーズなのよ。で4位がマイク・コンリーなの。すごない？それぐらい、まあ、コンリーがめっちゃすごいっていうか、やっぱゴベアがそのみんなのレーティングも上げてるみたいな、ね、感じよね。あ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーか。まあホルムグレンじゃない、ルーキー・オブ・ザ・イヤー。 MIP ダンロビはどうなの。まあダンロビもねいいかもしれんけど、個人的にはダンロビはプレーオフで去年活躍したところからもう始まってると思うから、今年からってイメージじゃないよね。去年のプレーオフでめっちゃ開花した、ついに花が咲いたっていうイメージがあるから、その延長線で今今年も調子がいいっていう。だから今年からっていうのはちょっと勘違いしてる人も多いんじゃないかなって思う。去年から花が咲いたと思います。まあでもいわゆる MIP の中に入るかどうかで言ったらまあ入るかなとも思うけどね。ただ感覚的に、まあ、去年のプレーオフからすごかったから MIP って言われるとちょっとどうなんだろうって思っちゃう。あ、クラッチ賞か。クラッチ賞ね、確かにシェイあるかもしれないですね。今のところウェンビーらしいけどね。それはどこ情報なの。今のところウェンビーらしいってどういうこと。みんな予想してるだけじゃない。ウェンバイヤマ予想の人が多いってだけで、イコールウェンバイヤマが今 MIP、 あ違う、ルーキーオブザイヤーっていう、もう繋がんなくない。ステフ、今年のベスト残念選手、ボヤンボグナノビッチワンチャンあるな。あとまあカニングハムとかも入るのかもね。あと誰だろうな。セルティクスにはいなさそう。シクサーズにもいなさそう。キャブズ、モーブリーもあるかな。ドドバン・ミッチェル、モーブリー。ドレイか、まあ、ドレイモンドはなんか今まで残念だったんじゃない。それがリーグ側で制裁があってついに出れなくなってしまったってだけで、前々から同じ問題抱えてたから、そんなにインパクトなく、なんか俺の中の残念って期待してたのにみたいなとこがあるから、そもそもドレイモンドのその辺の部分に期待してなかった自分がいるから、残念だなーっていう気持ちはあんまりないかもな。個人的にボヤン・ボグナノビッチすごい期待してたからちょっと残念。なんかベテランっぽくないなっていう。あとエヴァン・モーブリーがやっぱ去年のプレイオフでニックスに負けた理由が、やっぱモーブリーのそのロールからのミドルシュートが打てないとかそういう部分だったと思うから、その辺も多分改善されてないんだろうなっていう思うと残念だなっていうのと、あ、ラビーンね。俺の中でラビーンはビリー・ドノバンの使い方が悪いと思ってるから、ラビーンは他のチームに行ったら多分みんなの手のひらをくるくるにしてくれると思ってる。ブルズにから出ていけばラビンすげーってなる未来が個人的には浮かんでる。あ、ミケル・ブリッジス、確かにな。ミケルね。あ、ディアンジェロもね、確かにディアンジェロも残念賞あるな。ベンシモはもう知らんもう、今年もかって感じじゃない。バレットはそんなに悪いイメージなかったけどな、あんまり。もうニックスっていうあのチームがこうランドルとブランソン以外をやりづらくさせてしまってる分、もう致し方ないかなっていう個人的な諦めがありつつ、その中でもバレット頑張ろうとしてるなっていう印象ではあったけど、どうなんだろうね。ハイランドね、うん、確かに。ラメロボールか。ラメロボールなんかすげえ調子良くなってきたんじゃなかったっけ。ああ、ミドルトンね。なるほどね。ミドルトンあるな。これ残念スタメン選ぶんだったら、ポイントガード、まあ、カニングハムか。カニングハムかディアンジェロやな。ポイントガード、カニングハム、ディアンジェロ。シューティングガードが、シューティングガードか。シューティングガードか。まあ、ヴィンセントでいいんかな。シューティングガード、ヴィンセント。ミドルトンでもいいけどな。シューティングガード扱いしてもいいけど、ミドルトンにするか。で、スモールフォワードが、まあ、ヴィンセントでもまず出てねえからな。出てないから残念はちょっと入れたくないんだよな。ちゃんとプレイしてて期待してたプレイじゃないなっていう残念を選びたいんだよね。
ヴィンセントはちょっと個人的にはまあ微妙かな。まあ出てる時も残念だったんだけどね。少ない回数だけど出てる時も全然やんみたいな感じだったけど。あ、スモールフォワード、ウィギンズあるな。ポイントガード、ディアンジェロ、カニングハム、シューティングガード、ミドルトン、スモールフォワード、ウィギンズ、あとミケル・ブリッジス。ヴィンセントはケンドリックなんでしょう。そのいろんな多方面に喧嘩売る賞を やめて、ヴィンセントにも喧嘩売ってるし、ケンドリック・ナンにも喧嘩売ってるし、ケンドリック・ナンとヴィンセントを取ったレイカーズにも喧嘩売ってるし、センター誰だろうな。ヌルキッチと言いたいところなんだけど、もともとあんまり彼のディフェンスのエナジーに期待してなかった自分がいるから、そんなにだな。クリスチャン・ウッドはあのそのマブスファンの中では残念賞なんじゃない。あ、ケボン・ルーニーな。ケボン・ルーニーじゃねえか。ワイズマン今ピストンズでめっちゃ頑張ってるから、頑張ってるでしょうあげたい。うまくいってるかどうか置いといて、あなた頑張ってるでしょうにあげたい。ワイズマン、ケボン・ルーニーだな。センターケボン・ルーニー、あとパワーフォワードやな。パワーフォワードにクリスチャン・ウッド入れる。まあでもミニマムだしな。ミニマムになんかそこまでむしろ期待してる俺らが悪いみたいまであるから、まあ俺はあれやけど。モーブリーかな。カニングハム、ディアンジェロ、シューティングガード、ミドルトン、スモールフォワード、ウィギンズ、パワーフォワード、モーブリーで、センターがルーニーかな。まあジョンコリもね、ジョンコリもあると思うけど、まあジョンコリができるな、そこまででしょう、あのチームだと。ホークスですらあれだったのに、ジャズ行ってじゃあなんか花開くタイプかって言われたら、決まり事がないと厳しいよな。あ、ボヤン忘れてた。そうか、俺ボヤン。ちょっとここまで来たらスタメンとベンチ作りてえな。ちょっとエクセル開くか。こういうの言うとなんかすごい言われることあるから先に言っとくけど、今からあまりポジティブな話にはなりません。だからそれが嫌な人は配信抜けた方がいいと思います。その上で別になんか、こう今から選手をこう落とし入れたいとか、なんかそういう気持ちは別にないので、あくまでも今シーズンなかなかこう花が咲かないな、うまくいってないなっていうのを整理するというかね、こうみんなでなんか認識確認をしたいだけなので、そこをちょっとご了承ください。俺がいなくなっとるなってか、シューティングガード、ミドルトン、スモールフォワード、ウィーンズ、パワーフォワード、モーブリー、センター、ルーニー、ボヤン。個人的には今こんな感じやな。で、みんなの中で出たけど俺の中では入らない、選手たちも入れとくわ。でも別に俺の中で入らないだけで、みんなの中で入れても別に全然いいからね。あくまでも俺の中のこうスタメンと控え、10人を選ぼうとしてるだけなので、まあ、よくあるのがラビン。ラビングって誰？ラビンよ。で、ドレイモンド。こっち理由にしようか。理由。ドレイモンド。期待、そもそも、期待してない。ラビン。チームが変われば、うまくいく。はい。あ、渡辺か。うわ。誰もそこを気づきたくなかった自分がいるかもしれんね。渡辺か。うわ。いや、でも渡辺だな。ローテに入れとくか。いや、これはでも間違いないな。アブディアね。アブディアは俺入らないんだよな。個人的にはもうルーキーの時から多分ずっと言ってると思うけど、アブディアはあんまり個人的には難しい選手だなっていう印象がずっと変わんないですね。いや、また渡辺はミニマムなんだけど、やっぱもう日本人っていうバフもあるし、スリーポイント 50% 決めてたっていう去年のあれもあるし、ミニマムだけどスポットシュートの部分だけは20ミリオンぐらいもらえるレベルの選手っていう。でもドライブできない、ピック使えない、ランニングスリー打てないとか、もろもろの理由で20ミリオンがマイナス5マイナス8とかで削られて削られての、まあミニマムっていう印象なんだよね。だからその俺の言うこう、あ、残念だなっていうところは、そのスポットアップ以外ができないとかじゃなくて、この20ミリオンぐらいの価値があるスポットシュートの部分が今不調でなかなか結果が出てないっていうところで、だからそうなると、うん、選ばざるを得ないかなっていう感じやね。そうけど、そう、残念と思いたくないから、ちょっと
全く頭に浮かばなかった、言われるまで。けど言われてみたらそうだな。いやーコーナー3 44% ぐらい、まあそれが続くのはね、まあ渡辺も言ってるよね、本人がこんな入ってるのは、まあ、珍しいというか、来シーズンはちょっと確率も落ち着いちゃうかもしれないですけど、それが普通なんであまり過度な期待はしないでくださいみたいな、本人も言ってたけどね。エイトン微妙なの、エイトンが今どんな感じなのかわからないな。エリゴか、でもエリゴはいい時もなかった、エリゴやっぱさすがだなっていう時期も結構長い間あったと思うから、まあ、個人的にはまあ今こういう波なんだろうなにぐらいにしか思ってないな。あ、フランツワグナーね、フランツワグナーも個人的にはちょっと入んないかも。やっぱこれも配信で前言ったけど、ドイツ vs 日本のさ、まあ、日本だけじゃなくてもいいんだけど、ドイツ戦のフランツワグナーが俺あんまりいいプレイヤーに見えてなくて、なんかめちゃくちゃ影薄くなかった、ようわからんなと思って。まあ、ニコラスはすげえ評価してたやん。けどなんかワールドカップ見てフランツワグナーすげえ脅威だなって俺あんま思えなくて、っていうのもあって多分俺の中でそこまで期待値が高くなかったかもしれない。テレンスマンか、まあでもずっと今スタメン張ってるからな、なんだかんだ3めっちゃは確率悪いけどなんだかんだスタメン張り続けてるからな。 PJ タッカー、 PJ タッカーあるか、ホートンタッカーね、俺ホートンタッカー未だに諦めてない大丈夫、まだ脱皮中、すっごいもう30、40でこうジャンバー着まくって、これを1個1個ね脱ぐのに相当時間かかってるだけで、全て脱げたらもう魅惑のボディがバーン出てくるから、はあホートンタッカーさん素敵ってなるから。ただちょっと着すぎて脱皮するのにすごい時間かかってる。あークラークソンか、あるな、クラークソンあるな、控えクラークソンあるな。でクラークソンはあんまりジャズの状況を言い訳にできない気がするんだよね。なぜならシックスマン気質の選手だから、まあ、どんなチームでもある程度活躍するしなきゃいけないんじゃないのって思っちゃう、まあ、活躍っていうかまあ得点的に言ったらもうちょい取れてもいいんじゃないのって思っちゃうな、まあ、今クラークソンがどんだけ得点取れてっていうのは分からんけど、リラードは俺もうトップ10外れてたからな、個人的には。むしろ俺よくやってる方だと思ってる、逆にリラードよ、まあリラード自体はあれだけど、まあ、チームが今ね2位でセルティックスをこう追いかけれてる状況にあるのはポジティブに見れてるから、リラードもあれやな。あスマートか、なんかスマート、そうかスマートあるかもね。でもちょっとスマートを擁護したくなる自分もいるな。あのチーム状況はもうなんか厳しくない？でそんな中スマートはずっとこう選手たちに鼓舞して勝つ入れてみたいなのをやってるのを見てたから、いろいろメンタル的に辛いだろうなっていう、なんか同情の余地があるからあんまり残念な選手になったとは思わないんだよな。これまたセルティックスに戻ったとかなったら普通に素晴らしいマーカス・スマート見れる気がするし、ラウリーはもうあれじゃない、シンプルに厳しくない、去年からだけど。あマカラム効かないね、確かに。どうなんマカラム、どうなん、俺ちょっとわからないわ。マカラムは救ってあげたいファーストチームさ、あその言い方いいね、そう救ってあげたい選手を今入れてます。それを持ってスタッツ見たら数字は良かった。あマカラムね、じゃあセーフかな。怪我でそもそも出れてないっていうのはあれ、ね、あマサリンね、うんそうね。まあでもあいいな、ダメだな、いいなダメだなっていうのが大きいからちょっと自分も決めかねてるな。デビン・ブッカーね、個人としてはいいけど、まあ個人としていいんだったらもう入れらんないわ、これも完全に個人だから。チーム事情的に仕方ないなっていう選手はだから抜いてる。いわゆるマーカス・スマートとかがそうかな、まあ、グリいきなりだってもう優勝チームからコンテンダーチームからねロッタリーチームに落ちてっていうところもあれだし、スクートはでもちょっと良くなってきたんじゃない。最初の方全然だったけど、マジでバストマンじゃねってぐらい全然だったけど、ちょっとずつ肩の力抜けて良くなってきてる気がしますね。ポールリードもう期待の木の字もなかったかもしれない。ギリー確かに、いやでもうんそうか、いや入れるほどではないかな。クミンが最近いいはず、そうなるとこんなもんかな俺の中では。ヤコブ・ポートル、へえあんまなんだ。キャムって誰、キャムっていっぱいいるんだよ。キャム・レディッシュ、キャム・トーマス、キャメロン・ジョンソン、ジョージ・ニアン、あニアングね。 RJ バレットあんまなんだ、へえ。俺が見た試合はよくやってるなと思ったけど全体通すとあんまなんかな。キャム・カセール、キャム・カセール
いつの時代のガードの話してるの？今更何を期待してるの、キャミカセール。ビールなぁ、でも試合出てないのはちょっとダメだわ。あの試合出ると思ったのに全然出てくれないっていう残念賞ではなく、ちゃんと試合に出てるけど期待してたほどの活躍してないっていう選手をちょっと選びたいな。だからもうビールはまずそもそも全然試合出てないから。バンダビなぁ、まあまあでも怪我明けだからちょっと許せるか、まだ同情の余地あるか。そろそろこう上げてほしいけどね。あ、クズマ、確かに。あ、クズマ入るわ、確かに。俺結構クズマ期待してたからな、個人的には救いたいですね。ピックアンドロールの使い方とかやっぱもうちょい、個人的にジェラミー・グラントの方が上なのかなって思っちゃいましたね。あ、スタッツは良かったんだ。YS さん、SR さん、こんばんは。センターだったらウッドだと思います。そうね、ただウッドの場合、ミニマムだからなーっていうのがありまして。まあ、渡辺はミニマムなんだけど、ちょっと渡辺は例外。ウッドはミニマムだから、まあ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 、そもそも、そんなに期待する方が間違ってるのかなみたいな感じもするけどね。バクラフリンな。わからんでもないけど、もうあの去年のプレイオフでダメダメすぎて今年全然期待しなかった。キャムジョンか、キャムジョンやっぱあんま良くない。クレイやばくない？いや俺クレイトンプソンはもう我慢するべきだと思う。もう見てる人たちが我慢するべきだと思う。クレイトンプソンはやっぱいるだけで全然違うもん。そのディフェンスがやっぱ張り付くから、それだけでステフィン・カリーにすげえスペース生まれるし、そのシュート入らないだけで見るべきじゃないですね。俺はクレイはその我慢して見続けるべきだと思う。そうで実際最近めっちゃいいっていうのもあるし、だからそこでこうクレイ見限ってたら今のクレイはないわけでしょ。あそこはもうね、心中するべきだと思うな。もうウォリアーズっていうチームを応援してる以上、クレイ・トンプソンのオフェンスね、ディフェンスはいろいろあるかもしれないけど、オフェンスの部分はもう目をつむらなきゃいけないと思うな。それに助かってる試合がその分たくさんあるわけだからって俺は思っちゃうな。あ、ウェンバンヤマか。まあでもルーキーはちょっと NG かな。俺ルーキー入れてないよね。うん、ルーキーはちょっと NG かな。その比較対象がないからね。あくまで去年こんな活躍してて期待してたのに今年ダメダメだったみたいな、そっちかな。個人的にリラードが調子上がってきて嬉しい。スタッツは26点の337%。おお、一つずつ見出してきてるんかな、バックスもやっぱり。で見出しながら今順位がね2位でいいっていう、ね、いい勝ち方してるよね。ウェストブルックか、まあ、ある意味残念だなって思っちゃうね。本当はもっと見たいけど、まあ、ハーデン来てあんま並べられないっていうのでミニッツがなくなってしまってみたいなね、そういう意味で残念だなっていうのはあるけど、クリスダンか、確かに俺クリスダン入るわ。クリスダン入るわ、救いたい、俺はクリスダンを救いたい。あー、ドノバン・ミッチェルもね、いやそれはあると思う。ただまあ加入もね、ちょっと枠がいっぱいだ。ドノバン、ラビン、アブディア、ドレイモンドとかはまあみんなの中でも結構出てくると思うけど、ちょっとドノバンは枠が埋まってしまったかな。まあでももうちょい活躍しないと、やっぱ1巡目5枚出して取ってるからね、ドノバンも。気づいたらルディ・ゴベアの方が1巡目5枚にふさわしい選手だったみたいな感じの結末で終わりそうになってるけど、ジャモラントもその25試合出てないっていうあれでしょ。ちょっとそれはもう一旦置いとくわ。それ考え出すと別枠作らなきゃいけなくなる。あのプライベート編作らなきゃいけなくなるな。であればジャモラントとドレイモンド・グリーンは絶対入るね。プライベート編作るか。ちょっと待って、これ枠今どんな、あ、こうなっちゃってる。あと誰だ、プライベート編でそんないるか。そもそもプライベートってあれだな、ちょっとバスケ以外そもそもそんないるもんじゃないよな、まず冷静に考えて。あー、デイビオン・ミッチェルな。まあでもチームのスタイルともう全然噛み合ってないからな。他のチーム行けばもうちょい活躍できそうだなっていう意味でラビーンにちょっと似てるかもな。ラビーンもちょっと残念だけど、チームが変わればうまくいくと思ってる。ウッドはミニマムだし第1、個人的にはまあクリスチャンウッドにはそこまで期待値高くなかったですね。だからやっぱりジェイソン・キッドがクリスチャンウッド使わないかったことを、なんかすげえジェイソン・キッドこう無能だみたいな言われてるのに、あまり個人的には納得がいってなくてっていうのを、まあ今なぜそうジェイソン・キッドが彼を使わなかったかをウッドが体現してしまってるシーズンになっちゃった。あ、それミケル・ブリッジス入れるの忘れたけど、ミケルはもう入らない、場所がない。
JB、ジェイレン・ブラウン、エイトン、あ、やっぱエイトンあんま、全然スタッツも伸びてないかな、エイトンって。ジェイレン・グリーンね。でもそもそも去年の活躍からすると今年そこまで期待値高くなくない？そんな期待してたのみんな、ジェイレン・グリーンって。まあ2年目で伸びるんかなみたいな感じかな。あ、クリスマスイブだね。クリスマスが今年もやってくる。プレゼント欲しいな。サンタさん来ねえかな。理想の彼女のロスター作ろう。ポイントガード、ポイントガードやっぱコントロールしてほしいよね。こうやっぱメンタルブレブレの人はあまり良くないから、あのちゃんとか危ないかもしれないね。やっぱ綾瀬はるかぐらいちょっと安定しててほしいかもな。ポイントガード、シューティングガードはやっぱ勢い欲しいからね。フワちゃんとかもやっぱアグレッシブに打っていかないと。でその上でね、こう確率もね、シュート確率も高いで、フワちゃんか、シューティングガード。スモールフォワードはね、やっぱ相手の男性のこともね、しっかりこう守ってあげれるようなね、ディフェンス力と、やっぱツーウェイプレイヤーがいいんだろうね。誰？吉田沙保里？パワーフォワードはな、やっぱこういろいろスクリーンやる、リバウンド取る、スリー打つ、ドライブするとかね、パワーフォワードって結構いろいろやることあるんだよね。そうなるとアンミカ確かにバラエティも出てるしね、情報系の番組も出てるし、多種多様にね活躍してるアンミカね。パワーフォワードアンミカあるな。センターはやっぱマツコデラックスはどうなの？マツコさんは自分のこと女性だと思ってるのかな、男性だと思ってるのかな。 MQ さん行く？センター MQ さん。エブリン、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 あ、それエミリンだわ。エミリンチャンネルさあ始まるよ。エブリンって誰？小池栄子ね。確かにクレイジージャーニーのね、いいよね小池栄子さん。連邦、急に政治色が強くなった、やめてくれ。 MQ さんリバウンド取れへんやろ、めちゃくちゃマジレスするやん何を求めとる。MQ さん、 MQ さんセンター起用してリバウンド取れんやん。そらそう。大島優子ね、うまい。センターはセンターでも、センターの方のセンターね、真ん中って意味ですね。確かに大島優子って今何やってんだろう。あのちゃん身体能力高いね。野球のこのキャッチとかもうまいんだっけ。そのシーン見たけど、 A ウィッチ強そう。確かに A ウィッチいいな。シューティングガードフワちゃんじゃなくて A ウィッチでもいいかもな。ちょっと何を何の話してんのこれって。